在賀寺、在賀寺は、愛知県豊川市在が長観音山にある、高野山真言宗の寺院。本尊は、千手観音。観音山の中原から山麓にかけて、仮覧が展開する山寺である。国の重要文化財に指定された、平安後期の混合力士立像で知られる。創建の時期や事情は定かでないが、完成12年成立の、三河国柄二三略演義によれば、 仁気元年、七百二十四年、聖武天皇の直眼により、行基が、本尊千術館の並びに、脇寺二十八部集を自ら刻んで改装。公認年中には空海が、だらにさん素質寺院在が寺として中起こし、新言密教の寺となったという。演技の内容はそのまま史実とは断定できないが、現存する金剛を力士、二王立像は、平安時代後期、 11世紀末から12世紀初に遡る作で、この頃にはかなりの時間が整っていたものと思われる。平安中期の三河守大江城記は、三河国に赴任中、愛称力寿と死別したことをきっかけに、世の無常を感じ出家し、弱小と合意したとの説話が、三国伝記などに載るが、自伝では、この蒸気の念字物が、在賀寺文樹堂に伝わる文殊菩薩であるとされる。 また、蒸気が力ことぶきを弔うために建立したとされる、力ことぶき山絶根寺は、在賀寺の南方約1キロメートルの地に、あり在賀寺末寺となっていたが、法暦年間に廃絶し、絶根寺山道には、在賀寺の宋明助によって、安永5年、1776年に建てられた石碑が残る。縁起によれば当初、八方の峰山頂にあった道具が大廃するに及び、 生意大将軍縁頼朝が、研究年中、今宮に道地を移し再建したとする。また、近世の知事、三河三保松は、源の範頼が、三河守の時、鎌倉幕府の有力御家人で、三河守護にもなった、足立森長が監督して造営した、三河七御道の一つとして、在画時寺の音道を挙げている。中世在河寺の活動を伝えるより、 確実な資料としては、岡崎市にある、天台宗滝山寺に伝わる、滝山寺演技が挙げられる。それによると、火力元年の滝山寺本堂再建の、落成供養の受け像として、船形寺や宝来寺と並んで在賀寺大男が、記され、これら当時有力な県密寺院の間で交流があったことが知られる。十二世紀末には、背後の観音山山町に、 観音山京塚が築かれたほか、旧境内からは、鎌倉時代後期の密教宝具の遺留品、同性繁殖期も出土するなど、平安時代末から鎌倉時代にかけての在賀寺の流星は、出品からも伺われる。そして、12世紀代の京塚造営に始まる、在賀寺旧境内の中世母軍の展開は、かつて出土した多数の蔵国旗や、石頭の年代などから、戦国期まで、 その造営が継続していたと推定され、東谷を中心とする中世母軍の規模の大きさから、当時、在賀寺が、納骨供養を旨とする霊地、霊場であった可能性も指摘されている。南北町室町時代では、攻略2年の豊川市白鳥神社所蔵大般野行、大永2年の石巻神社所蔵大般野行に、それぞれ在賀寺内の棒で所赦されたものが含まれるほか、 寺倉の大般若行には、永英十二、十三、二十七年に書写されたものが、含まれる。先日の滝山寺演技にある、在賀時代男坊に加え、これらの大般若行奥垣には、在賀時、東谷徳春坊、在賀時、西谷寺親坊といった表現が見られることから、西谷、東谷といった、国組織と多数の防衛軍が存在していたことが、伺え、これは、 同時期の神空寺などと同様、中世山寺の山内組織を示す一例と考えられている。なお、現在、在賀寺は、高野山新言宗に属し、縁起にも、工房大師による中高が説かれるが、下京元年の、葛川慶光院文書坊証文の中に、大和慶光院松寺三河国在賀寺との記載があり、三門とは、比叡山に延暦寺を指すことから、 この当時、在賀寺は、天台衆寺院であったと考えられている。このことは、同時に現存する法冠阿弥陀如来座像が、天台宗恒行三昧堂の本尊の形式である、ことからも伺える。A63、1560年に、在賀寺の寺領と権限を安堵した、今川氏真藩物によれば、八幡愚宗国分寺愚宗七仏、愚宗一の宮愚宗嵩者愚院根束愚宗。 平尾さんの愚装が、在賀寺の所属とされている。愚装とは寺院において神仏に愚部、給仕する僧を指し、重防や田畑を持つことが許されていた。中世後期には、在賀寺からこうした愚装が諸施設に派遣されたか、防衛に所属する僧がこうした、諸施設の愚装を兼ねていたと推定され、当時の東三河平野部の豊川右岸域において、在賀寺が一定の宗教的な勢力を保持した証と、 考えられる。加えて、一宮、都市家神社や国分寺、16世紀初頭に再興された、三河国分寺、八幡宮、僧者とのつながりから、中世後期に三河牧野氏を有力団落ちに迎える、以前の在賀寺には、近在の国賀勢力が関与していた可能性も指摘されている。中世には、流星を極めた在賀寺であったが、戦国期にかけて、 たびたび陛下に悩まされ、王人の乱の際には百余りあった、陰謀の大半が消失、山外に要していた、数百の松地も離散した。文明四年、1472年、三河国宝半軍周辺を治めていた、牧野古白が、今宮から、現在地に本堂を移転して再建。同じ頃には元存の二王門、国の重要文化財が混流された。以後、 三河牧野氏をはじめ、今川氏や徳川氏の被護を受け、特に徳川家康は、主因百六十国余り、山林十六町余りを寄進。これにより寺は十万国の格式に列した。なおこの時期、在河寺の一心新旅房と桜井寺との間で、白山先達職をめぐって争いがあったことが知られ、今川義元が牛久保領内の同職を、 新女房に与えた文書が寺に伝わるが、最終的には、桜井寺が同職を得た。金世には前日の家康に与えられた、寺郎、三輪を基盤として存続したが、たびたび火災に見舞われ、道雨を消失している。寺倉記録では、東照宮や弁天堂があったことが記されるが、現存しない。現存する本堂は、文政六年、文樹堂は、安政六年の再建で、 完成12年には33観音堂が建立された。珍珠社の八諸神社は、教皇9年に本殿、文政9年に拝殿が再建され、現在する。明治には、自社領場地令などにより、経済的に困窮したが、廃絶は免れ、高野山新言修寺院として存続している。平成10年、1998年には、 国の重要文化財の二王門の修理が完了し、同じく重要文化財で先に修復が済んでいた、金剛力士立像が、帰宅先の奈良国立博物館から戻され、収められた。この際当時の横綱高野花による土俵入り放納が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。